はいそれでは今日も読書レビューをしていきたいと思います、えー、一日一冊読書家のマルスですこのチャンネルでは私が一日一冊本をご紹介していますで、普段はビジネス書とか、えー、心理学についての本また英語学習についての本なんかをご紹介することが多いですで、えー、とその他のジャンルについてはチャンネルページに再生リストが作ってありますのでよろしければそちらからご覧くださいまたこの動画の説明欄にもリンクが貼ってあります で今日ご紹介する本はこちらの「タントーイックテストスコア800」と。 いうタイトルの本になりますで、えーとまあ、結構有名な本なのでご存知の方も多いかと思います。またその英語学習について興味を持ってチャンネル登録していただいている方はあの使ってらっしゃる方もいるかと思うんですけれども、えーまあ、ト o イックのテスト向けの単語帳になります。で特徴としては「まあ、聞く単」というタイトルから、まあ、なんとなく推測できるんですけれども、えー、その単語を耳で聞きながら覚えていくというところにまあ重点を置いた単語帳になります。 でこれ、ト o イックのスコア、まあ、800点を目標とする人向けの本なんですけれども、そのほかにも500点と600点、また990点というものがあって、この800点と加えると、4つのシリーズがあるそうです。 で私自身は、えー、今実はあの海外で生活をしてるんですけれども当ク、まあのスカーでいうとまあ800点は超えているんですけれどもまあ900点を超えてないと、まあ、それぐらいのレンジなのでこの本800と,、えー、とあと990という本を買ってますで中身はですねえっ、ー、と比較的、えー、シンプルかと思いますでえっ、ー、とまあ見開き2ページに、まあ、大体8個ぐらいですかね8個から10個ぐらいの単語がついていて、えー まず、えっと、一番左側に、えーまあ、単語が書いてあってそのすぐ横に意味が書いてあると。でその意味の横に、まあ、どういったフレーズがあるのかっていうのが書いてあってで一番右側に えー、それがもう少し長くなった、えー、センテンスが紹介されているという内容になっています。でこの本の、まあ、おすすめの使い方としては、えー、とまずはこの、えー、単語とその意味というのを1回目で理解をしてその次の2週目で、えー、とこのフレーズを理解するとで最後3週目で、えー、それを使ったセンテンスも覚えていくというような使い方がおすすめとしてされています。で私自身はまだ1週目なので今この単語とその意味を まあこう横並びにしてでこっちの意味の方を隠しながら単語を見ていって意味がわかるかということをまあバーッと見ていっているような状況です。で、えーとまあ、先ほど私の教クの点数についてまあ大体800から900ぐらいの間だというふうに言いましたけれども、えー、それぐらいのレベル感の人からすると、えー、まあすごく難しくもないし、まあ、かといって全部わかっちゃうというような状態ではないのかなという印象です。 で私は個人的にはあんまり単語力がない方なので、えー、ともし単語力に自信があって TOEIC、まあの点数が800点から850点とか900点近くあるような方はもしかするとちょっと退屈な内容になっているかもしれません。 で、えー、とまあ、いつかまたご紹介しますけれども、このスコア990と、要はトーク満点を狙う人向けの単語帳の方はですね、まあ、明らかにレベル感が違って、まあ、非常に難しい内容でした。私はもう全然手をつけてないんですけれども、えー、と明らかにレベルが上がりますので、まあ、これで物足りないなという人は、まあ990という方を読んでみてもいいんじゃないかなというふうに思います。ちょっとあの、単語数として、ボ,ボキャブラリーとして、何、 5ぐらい喋れる人向けなのかっていうのはちょっと今はすぐわからないんですけれども、えーまあ、やっぱりトイック800点900点ぐらいの方向けですねでこの本の中自体には、えー、1120単語熟語が入っているというふうに書いてありますでチャプター1からチャプター10まであって、えーまあ、超必修の名詞動詞形容詞でその後チャプター4から、えー、必修の名詞動詞形容詞副詞 で、チャプター8が同志区でチャプター9が形容詞区副句、区チャプター10が軍前知事ということで、えー、まあ順番に前からやっていけばですね、その重要度とか、えー、出 通大頻度の高いものが勉強できるんじゃないかなというような内容でした。えー、まああの先ほど言いましたけれども私にとってはですねまあ、結構ちょうどいい単語帳なんでまあこれからもコツコツ勉強を続けていきたいなというふうに思ってます。またあのもしですねこの動画を聞いていただいている方で他にいい単語帳あるよっていう方がいらっしゃれば、えー、ぜひ教えていただきたいなというふうにも思います。はい今日は以上になります。よろしければ、えー、チャンネル登録とグッドボタンの方ぜひよろしくお願いします。 失礼します。